どうも、熊八です。ワードプレステーマシリーズ143回目の今回はですね、エムコーポレートっていう、この今ご覧になっているテーマを、こう、 予定してるんですが、えー、これね、やっぱりあの、こう見たところですね、えー、まあ、企業さんに使っていただくテーマとして、えー、こう作られてるっていうことをこう書かれてるんですけども、えー、まあ、あと、ブートスラップによるこうフレームワークですよっていうことくらいですかね。 あの、あまりにもですね、えー、こう、説明が短すぎて、え <laughs> で、またあの、ちょっとね、えー、なんて言うんでしょう。この、ワードプレスオルグで紹介されてるページに、大抵この辺に、ね、あの、テーマのページとかに飛ぶリンクとかが設定されてるんですが、えー、まあ用意されてない。 っていう、みたいな、えー、感じですね。はい。あのー、s h i with m テーマっていう風に、こう、書かれてたりするんですけども、えーほ、こう、ね、ワードプレスのテーマ作ってて、ホームページが用意されてないって、どういうことなんだろうって思ってしまいますけども、一度ですね、やっぱりあの、ちょっと入れてみないとわかんないので、 どんな企業テーマになるのかなっていうところをですね、えー、実際に見てみたいと思います。まあ、あの例によってですね、えーまあ、専用のワードプレスを用意してですね、あのまあ、記事とか投稿はね、デフォルトのままで、ワ、えードプレスのバージョンは5.2.3で、えー、用意いたしました。ということでね、早速、 えー、外観から入れてみようと思います。で、まああの、外観を開かないとね、この新規追加が出てこないんで、えー、この新規追加からテーマを追加いたします。まあ、まだ最新のテーマで出てくるかな。エムコーポレート。 えー、日々新しいテーマがね、どん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 出てくるんですけども、えー、エムコーポレート、エムコーポレート、ありましたね。はい。で、まあ、あのー、この動画が進んでですね、えー、動画が投稿されて、まあ、されてから、まあ、日にちが経ってると、もう検索した方が早いですね。 日々やっぱりあのー、いろんなテーマが、こう、アップされてきますので、はい。えー、まあ、いろんなね、こう、機能追加しますよって、こう書いてる割にはですね、えー、ヒプラグインが一切ないというね、ありがたいなっていうふうに思いますけども、 ということでね、先に5テーマを作りましょうということで。 まああの5テーマの名前とこの説明を入れてボタンを押すだけっていうのが5テーマの作り方なんですけども、あのーまあ、この詳しい作り方、インストールの仕方、入手方法、そういったことですね、動画詳細の中にリンクがありますので動画と合わせてご確認ください。 あの、動画の中にね、えー、どういう風にやっていけばいいかっていうことをこう全部、あのー、入れてますので、えー、動画の通りやっていただければ、えー、問題ないかなと思いますで。あとインストールした後はですね、あのー、こういった各テーマのね、えー、こう動画を参考にしていただければと思うんですけども、 たまにね、あの、エラー出してくれたりする時があるんでね。まあ、すべてが万能っていうわけではなさそうなんですけども、まあ、あの、先にテーマ、小テーマ作っとかないとですね、えー、後から小テーマ入れると、こう、こっちで設定したものが100%反映しない場合があるんですよね。そうなるとね、2度でも3度でもにな,なる可能性が出てくるんで、えー まあ、こちらでしっかり、えー、設定していければと思います。で、まあ、あのー、インストールしたばっかりっていうこともあってですね、あのー、綺麗なものです。で、えー、後でこういうメタ情報みたいなね、えー、ウィジェットは、あの、削除しましょう。あのー、ここからね、えー、ログインしようとする不届きな人たちがいらっしゃるのでね、はい。 ということで、えー、まずはね、これサイト基本情報。これ、まあ、どんなテーマにでもあるんですけども、ロゴ、タイトル、キャッチフレーズ、サイトアイコン。ね。えー、ロゴは、えー、また小さいですね。これ 64×64 64ピクセルっていうね、えー、正方形のロゴを求められてるんですが、さすがにこれないね。うん。あのー、 あまりにも小さすぎてなのでちょ,ちょっと今回はあのロゴを入れるのやめます。<laughs> でまあサイトアイコンはね1個作ればどのテーマでも同じサイズなのでロゴはね大してやっぱりあのテーマによってまちまちなんですよね。まあ、この違いがあるってことをねあのしっかり認識しておいていただければと思います。 なので、えー、まあ一回作ったら終わりなのでね、あのー、サイドアイコンとかは。あのー、まあそういった意味ではちゃんとしたデザイナーさんにお願いして作るっていうのも、あの、テーマ変えた後でもね、無駄になりませんのでね、いいんじゃないでしょうか。で、えー、ヘッダー画像が、えー、またこれ細いですね、1 3 5 0六6 5ピクセル。 の画像を使うと最もうまくいきます。ね。何が表示できるんだっていう話なんですけども、まあ、一回ちょっとそれに近いものをちょっと出してみようかな。 ね、こんな感じで入るみたいな感じなんですけども。かなり細いですね。ね、メニュー、ウィジェット、ホームページ設定。えー、まあ、これホームページ設定いるんじゃないかなとは思ってるんだけど。 まあ、ここのロゴは、どういうロゴが入れれるのかなえー、適当なサイズでいいのかな でね、あのー、やっぱりこういうところでですね、ええー、あれなので、ちょっとですね、先に固定ページの方を簡単にちょっとやっときたいなと思います。はい。えー、っとですね。やはりですね、いろいろやっぱり設定 固定をしっかり、あのー、編集しないとですね、この画面出てこないんですよね。で、あのー、こちらで、えー、まずこう、固定ページの方を選択して、えー、ホームページ、えー、投稿ページ、えー、こういった感じでですね、あのー、変更するというところですね。 で、えー、これを押して、えー、このホームページ設定の中で、あのー、ショーヒーローセクション、オン、ホームページとかですね、あのー、そういったところを、あのー、しっかり出さないと、えー、こういう風になってこないんですよね。で、えー、やはりですね、あのー、こういうところを編集しようと思うと、あのー、 ま、ここヘディングテキストをこう選択できるところなんですけども、もちろんね、え文字の色、ね、え背景の色、いろいろ変更はできるんですが、えここに、あの、ビードモアっていうところの、 えー、テキスト。こういった部分をですね、えー、編集する。いう、アドレスを編集する。ね、えー、そういったところをしっかりしないとですね、えー、いけないというところですね。で、えー、このスクロールに関してはですね、あのー、チェックを入れておかないと出てこないんですよね。で、えー、この下はこの下で、えー、また、あのー、 設定があるんですけども。で、まあ、フッターのソーシャルアイコンなんかもね、えー、こちらで、えー、アドレスを入れるだけというところなんですよね。で、まあ、あのこの状態でまずあの、こちらのページが、えー、どのように変更になるかというところをちょっとま,まず見てみます。 で、まあ、あの、ページで見るとね、今こんな感じになってるわけですよね。で、あの、メニューも何もない状態で、ADD やメニューってこう出てるんですよね。で、まあ、あの、こういう,う形で、えー、表示されてるんですが、えー、こちらのですね、 えー、設定がまだ反映されてない状態にはなってるんですよね。で、まあ、リードモアをどこに持っていくのか。ね。で、あとメニューなんかもね、えー、まだできてませんので、えー、新規作成ということで、えー、こちらから、えー、マンクローバルメニューを作りましょう。 ということで、まあ、トップメニューを行って、次へというところでですね。で、えー、項目の追加は何をしますかっていうことでですね。ここがね、やっぱりね、あのー、順番とかなどね、えー、やっぱりいろいろ、 あったりして、ね、えよろしくないかなとまあ正直思ってますで何がよろしくないかなっていうのはですねあの正直なところですね,ねえこういうその 順番を持って、えー、やってるんですけども、この順番通り出てきてないっていうところですよね。まず。 順番通り出てこないっていうのはね、やっぱりどうもよろしくないなっていう形で思ってしまうわけなんですよね。 これをですね、あの、順番にこう、まあ本当はね、えー、っと、ちゃんとカスタマイザーの中でするよりは、あの、メニューの項目でやっときたいところなんですけども、 こんな感じでね、えー、グローバルメニューを作ってみました。これでまずメニューが、あのー、入ると思うんですね。でメニューがこういうふうに、えー、この上に入るので、 えー、それを考えたヘッダーを用意しないとダメっていうことなんですよね。俺はちょっと考えないと、えー、こういう風うに折れてしまうところがよろしくないなっていうことと、やっぱりこの文字ですよね。ね。あのー、この辺を、まあどういう風うに、えー、編集していくか。 えー、そういったところも、やっぱり要求されてきます。で、まあ、あのー、フィードセクションもですね、えー、あんまり、こうね、えー、設定するところないんですけども、 えービードモアテキスト、えー、この辺のテキストなんかもね、えー、何をい入れとくかなんですよね。はい。あのー アドレスなんでねコピペで貼っといてですねはいこんな感じになるんですよね で、えー、リードモアで、あの、コテページが開くような設定にしております。で、あと、ここの下の部分をですね、えー、どこで設定するのか。ね。これはね、あのー、 この下の部分については、えー、一回このカスタマイダー閉じてですね、えー、固定ページを開きます。えー、このクマーチラボについてっていうところがフロントページになっておりますので、えー、このフロントページの部分が、えー そういう形に、えー、下に表示されるんじゃないかな。とりあえずちょっと数字だけを入れてみました。まあ、これでね、えー、っと、下に表示されるかされないかっていうところでですね、えー、ちょっと見てみようと思ってるんですけども、やはりあの、ここに表示されたということはですね、えー、ここに、 組んでいかないと、えー、ちゃんと表示されないですよっていうことなんですね。で、まあ、あのー、プラスアルファですね、えー、まあ、ここで編集するのであれば、えー、魅力的なページを作るために、私が、えー、皆さんに提案したいのはですね、あのー、このプラグインでページビルダーを入れましょうと。はい。 で、ページビルダー何がいいですかって、私のおすすめ、あくまで私個人のおすすめですよ。え、ね、あのー、私個人の、おすすめ、おすすめはですね、エレメンターを、え、おすすめいたします。ね、これ今すぐインストールで、インストールします。でね、インストールするとね、あの、ページ、 エレメンターのページが自動的に開くようになってるはずなんですけど、えー、反応が遅いとね、えー、ちょっとずれちゃったりするんですよね。はい。あのー、こういう感じで、えー、開きます。で、えー、Create your first page とかで、ねえー、出てますけども、 これで固定ページをエレメンターで開くように設定しようかなと思います。で、このクマシラボについてをね、もう一度開きます。 で、えー、これデフォルトテンプレートっていう風になってるんですけども、えー、これをエレメンター全幅に変えようかなと。で、エレメンターで編集と。 はい。するとね、あの、ここに項目を入れていけるんですよね。で、どんなページになっていくのかっていうのが、す、え、べ、ー、てわかるようになってきます。で、ここの項目に、まずじゃあ何入れますかね。えー、これ3カラムで何入れましょうかってな,なってくるんですけども、 えー、ここに、まああのー、動画だったら動画でもいいわけですよね。で、えー ここにも動画,こ,こ,にも動画、ねえー、こういう組み方が、えー、できていくっていうのがこの A メンターになります。であの次々にねやっぱりね、あのー こういう形で、あの、プラスしていけるっていうのが、えー、すごくいい部分ですね。で、まあ、ここに画像を持ってきます。 ま、そこから、ええー、まあ、画像編集っていうよりは、ええー、見出しを入れて、ええー、見出しの後に、ええー、テキストを入れます。はい。これでね、ちょっと一旦更新します。 で、えー、適当にしか入れませんでしたけれども、こういう形でね、えー、やってですね、この下ぐらいに、えー、投稿ページとかがね、えー、リストで表示されるような形であれば、えー、よろしくないでしょうか、ね。えこ、ー、このヘッダーなんかはね、 え、またちょっと考えて。あの、メニューはこういう風になってるんでね、この下に出るんだったらいいんだけど、えー、この辺はもしかするとカスタマイズした方がいいのかもわかんないです。ただね、この、M コーポレートっていうのはですね、えー、まあ冒頭でもお話ししましたけども、あのー、専用のホームページへのリンクがないんですよね。 で、まあ、あの、出て間もないテーマだと、いうことで、えー、まあ、ワードプレスオルグの中でも、その、最新のテーマの中に、えー、表示されるようなテーマなので、まだそんなに、えー、日本人の方もですね、えー、触られたご経験がないという中で、あのー、これをちょっと魅力的にカスタマイズするには、 えー、まあ私はこうやってぶっつけ本番でやってもですね、えー、その、ぶっつけ本番のうちに、えー、ちょっと処理しきれないんじゃないだろうかと、えー、思うほどのものになっております。で、あのー、そんな中でね、やっぱりちょっと、えー、カスタマイズしやすくするためには、えー、こういうエレメンタを使ったり、ね、 えー、この辺カスタマイズしたりしないといけないなっていうところを見ながら、えー、どういう風にカスタマイズするのか。ね、えー、そういったことを考えてると、えー、かなり、えー、もうちょっとお時間いただかないと難しいなというのが本音でございます。ね、また、このね、えー、グレーのところのバックはですね、 やはり、えー、見栄えする画像に変更したいの。ね。逆にここは、あのー、画像じゃなくてもいいんじゃないだろうか。ね。えー、そういうことをちょっと考えたりしましたけども、えー、皆さん的にはどのように、えー、お考えになったでしょうか。あのー、やはりですね、あのー、 これカスタマイズありきのテーマかなって思いますね。はい。で、まあそんな中でね、えー、これをちょっとブログとして見る場合とかですね、えー、ちょっと見とかないといけないところがあったりするんですけども、えー、こうやってあの、ね、えー、熊内ラボと表示されてるので、ここは、あのー、要は、 非表示にしたいところなんですよね。で、こういったところもね、えー、現状では、あの、スタディシートで手っ取り早く消すっていう方法があるんですけども、えー、そういう意味ではやっぱりタグ見ないとダメです。で、あの、ウィジェットのサイドバーのところでですね、えー、必要ない項目を、えー、削除しておくっていうのもちょっと大事です。で、えー、 これはですね、えー、こちじゃあ戻りまして、えぇ、ー、更新が終わってるので、ダッシュボードに戻ると。ね、えー、この状態から、えー、ちょっとウィジェットを開きます。 で、えー、ウィジェットはね、サイドバーしかないんですね。で、フ、え、タ、ー、をカスタマイズしたければ、えー、ソースをいじるしかありません。で、まあ、そういう意味も含めま、含めましてですね、あのー、このテーマを企業ページとして、まあ、使うということであれば、まあ、カスタマイズが前提っていうことになりますよね。はい。で、やはり、あのー、 この状態ですとですね、あの、正直なところ、あのー、まあ、はっきり申し上げますけど、初心者の方には、まずもって、あのー、扱いが難しいだろうと思います。はい。あのー、やはりある程度、えー、操作に慣れた方。ね。で、なおかつ、あのー、スタイルシートや PHP を、 少しぐらいは読める方。はい。あのー、見てわかる方とは言いませんが、えー、少しぐらいはわかる方でないと、んこれを、まあ、自社用にカスタマイズしていく、えー、そういうことはかなり難しいんではないでしょうか。あのー、悪いテーマではないんですけども、えー、やはりオリジナリティを出すために、 えー、それなりに知識を持ってカスタマイズありきで、えー、作られている可能性があるかなっていうふうに思います。で、あの、やはりこのバックグラウンドをですね、えー、見栄えするね、インパクトある画像に変えたいと思った時にはですね、やはりあの、スタイルシートで設定したり、ね、あの、背景をですね、 えー、する必要があるわけですよね。で、まあ、そういうことを考えたときに、まあ、何もない状態で、まあ、初心者の方が触るには、かなり敷居が高いんじゃないだろうか、ということを思うんですね。で、まあ、あのー、ちょくちょくしたところを、まあ、えー、僕はあの、こう、人気あるテーマのようにですね、えー、こう、 チップスみたいなブログを書かれている方々が、えー、たくさん書かれていると、なんとかな,るなりそうなところもあったりするんですけども、えー、こん今回のこの M コーポレートについては出たばっかりで、まずそれが望めないだろうと、私は思っています。はい、えー。そういう意味ではですね、ちょっと初心者の方は、まず回避しておいてください。で、えー、まあ、ある程度分かってきた方、 ね、ソースが読めるようになってきた。でそういう方は、チャレンジャー精神でやってみられるのはいかがでしょうか。はい。ということでね、今回は、エムコーポレートを、こう、いろいろ紹介させていただいたんですけども、あのー、やはりちょっと、僕は、うん、ちょっと難しいかなって、思ってしまいました。 はい。あのー、まあ、これだけをちょっと時間あげるから、ちょっと本気でカスタマイズしてみてって言われたら、なんとかそのね、えー、取り組まないこともないですけど、うん、ここに時間をかけるんだったら、もっともっと楽なテーマなかったのって言いたくなる 気持ちもあります。はい。ということでね、あのー、皆さんはどのように見られていましたでしょうかえー、またね、えー、こう次のテーマで、えー、どんなのが出てくるか、楽しみに待っておいてください。次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応で、 サポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。えー、ズームサポート、えー、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。ワードプレスの最新情報がわかる LINE アット。 友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかる、ワードプレスで自社サイトを作成チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると、 非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。